皆さんおはようございます。デューヌミエクボーイキングタクです。今日はイエローカレーのいろんなレシピ紹介します。豆腐ハンバーグ、これソースが一番美味しいですね。カレーソースのハンバーグ。あとはバケットサンド。あとはゴーヤチャンプル。カレーにも合うね。実は意外にも。あのスープ。あとは豆カレー。ひよこ豆入れるだけ。はい。さて、これのカレーを、まあ、焼き鳥にね、合うかも。だけ。あとはまあ台風唐揚げ、あとはチンジャオイエロー、ロースじゃないよ、イエローだよ、イエロークスクス合うね、イエローツナチャーハン、あとはそうめんチャンプルもいいですね。玉ねぎの煮込みやカレーコロッケもこれでも作れます。ソースもそばも、あとはサラダも何でもできちゃうんです。イエローカレーどうでしょうか。イエローカレーレシピ紹介でした。バイバイ。